世界で初めて押し押し曲げ方式のパイプベンダーをうちが作ったんですけれども、まあ、パイプの径ギリギリの台数っていうのがあってこのダイスを要はプログラムでコントロールするということによって三次元自由自由曲線で曲げられるというのが最大の特徴ですね。で従来あの,のベンダーっていうのは金型はもう曲げ半径というのがもう固定してるやつを特化か引っかえ 交換しながら曲げていくってやり方ですけれども、うちの機械っていうのはもう曲率を連続的に変えながら、えー、自由自在に曲線が曲げられるっていうのが最大の特徴ですね。継ぎ目なくもう一本長く曲げることができますのでそこにも着目されて、で家具屋さんはもう。 結構3次元の自由曲線を使ったあのモダンな椅子デザイン化された椅子っていうのをもう作るっていう目的がはっきりしておりまして、まあ、そこにぴったりフィットしましたのでまずそこのお客さんが多かったと、まあ、丸パイプを自由曲線に曲げるっていうところが例えば自転車で流行しましたとでその時代にはもう自転車メーカーさんがこぞってうちの機械を導入されてあのパイプペンダーの押し通し曲げを世界で初めて20年前に実用化して もう確固たる地位をあのドイツでも日本でも築いてるんですね少量多品種まさに試しながら作って売ってものづくりの流れにこの機会が非常にぴったりはまってるというような感じはしてますですね。